ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。うわ、決戦の舞台じゃ。説明してよ、こんな朝早くから。そうだね、第6回ブレイキングダウンのオーディション会場に来ています。なるほど。朝早いけど、めっちゃ早いね。ヤンキーって朝起きてねえの？起きてない。朝弱いよね、ヤンキー。なんかこっから始まってんだもんね。緊張してんの？緊張してねえよ。緊張してねえよ。喋んないよ、何にも。いや、今日デビューなんで、僕。何の？ヤンキーデビュー。24歳。もうずっとなんか動いちゃってます。そうだよ。怖いんだもん。怖いんって言っちゃってるじゃん。すいません、大丈夫です。ビビってる？ビビってないです。ブレイキングダウン。正直ビビってない？ビビってます。怖い。ビビってない、ビビってない。やってこいよ。おお、任せろ。サングラス取っていって、サングラス取っていって。よーし、ダメだなお前。トークラージして噛みついていきたいと思うんで。噛みついていくの今日？いや、それちょっと楽しみにしようと思ってる。本戦に出ることが大事なんで、ブレイキングダウンに出たいっていう思いはあるんですけど、そうだね、オーディションの場所で思いを話しても取ってもらえないかなと思うんで、オーディションではとにかく出場っていうことを目標にして、ほんで本戦で勝ってマイクパフォーマンスで俺の思いっていうのをぶちまけたいと思うんで、皆さん投票よろしくお願いします。投票制じゃねえか。バカ。いい、早く行くぞ。はい、行きましょう。一丁前にサングラスしちゃって。待って、こっちはゾーンに入ってんだから、雰囲気を出さないで。普通にさ、頭悪そうなやつ。弱そうな背中だ。丸込め24歳、ドロップアウトしていきました。僕今までモテてこなかったんで、イケメンドラマを山川君とは入ってもらって、もう顔が疲れてるわ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今ブレイキングダウン6のオーディションから帰ってきたところです。もうね、ちょっと今の気持ちを早くこうね、会場の雰囲気と自分のアピールしたことを、はい、カイリが同行してくれたんですけど、やってた側と見てた側ではどんな感じだったかっていうね、もうどんな感じだったの、やってた側としては。やってた側としてはね、あーもう手応えはない。でもう一個は場違い、恥ずかしい。なんかもう空気に飲まれたんかな。飲まれたんじゃない？もう飲まれてたよね。うん、どんずべり2期だったな。もうどんずべり2期でもいいから出してほしい。あれガチ本当にやばかった。あれ俺を見てられんかった。本当に手震えたもん途中で、動画撮りながら。消そうと思った？消そうと思った。もういいなこれって。わかんねえどうせ。本当に出演するとこんな雰囲気かなっていうのは、まあオーディションの映像は見たことがあったんで分かってたっていうのがあったんですけど、オーディション見るとやっぱりオラオラ系というか喧嘩腰が多いじゃんね、うん、だから僕らとしても一応どういう感じでアピールするかっていうことは考えてて、うん、オラオラ系で行くのか、ふざけに全振りするのか、熱いく夢を語るのかとか、はいはいはい、まあ、いろいろ考えてたんですけど、うん、いやーオラオラ系はまず無理だし、熱く語るっていうのも着的にも端的にやった方がいいと思って、僕はふざけに全振りみたいな言ったつもりだったんだよ。そう、言ったつもりだったんですよ。オーディション映像上がるかな俺らのカット。わかんない、切られんじゃないか。あれだって別にケイタだけとかじゃなくて他のやつらもカスあったもんな、見てグループとしてね、うん、あ、全員やばいなって思ったもん。そこの意気込みみたいなのは多分負けてないと思うんだけど、うん、飲まれたっていうのがね、でかかった、うん、面白かったっちゃ面白かったけどね、見てて。でも審査員もひな壇にいるメンバーもあれ一人もらってなかったんだよ。なんかわけのわからんこと言いながら入ってって。まあ作戦としてはなんだこいつって思われたい、まず、うん、ほんで、ちょっとこう、オラオラしてるみたいな感じを漂わせといて、うん、で、いざ自分の番だったら、声が裏返っちゃって、うん、今日からドロップアウトします。みたいな感じで行く。思い出したくねえ。思い出したくないよ。ドロップアウトしに来ました。ピーム女、ほんとに。頭クラクラ。海音しか聞こえん、カメラの。確かに確かに。でなんかさ、どこまで使われるか分かんないけど、突っかかり行ったじゃんお前。そう、ふとりふりに。オーディションの途中で路線変更したんですよ。ふざけに行って受けたらそのまま通せると思ったけど、キーンってなって、うん、やばいこのままじゃダメだと思って、とにかく喧嘩売ろうみたいな、はいはい、なったんす。その時はどんな感じだった？いや、喧嘩売ったらいいんだよ。でケイタから見て左側にさ、ウリトさんがいるさ、右川の奥の方にさ、バン中村さんがいて、で、二人にこういじられてたじゃん。お前も何返していいかもうテンパっちゃってさ、どっちに返していいか分かんないから、もうなんか、何ロボットなんですよね。
何してんだよって思いながら。あの、いじってもらったのは、ありがたかったけど、その返しがね。そうそう。あそこでなんか返せばね、なんか爪痕残せたかもしれないけどね。うん、唯一の望みだったね、あそこが。そうだね。っていうのはあるね。振り返るとね。そう、そこも突っ込まれるかわかんないけど、突っかかり方がなくて、うん、今までモテてこなかったから、イケメンな顔を、僕を返したいですみたいな言って、うん、したらさっきときに、うん、もっとモテなくなっちゃうよとか言われて。うん。なんで俺、ボコボコにされないし、とか言って。なんかあの場はちょっと無理だったね。即興力試されたよな。どこ見ていいか分かんなくなってたもんね。マジで。使うとしたら多分あそこなんだろうけど、使われたら地獄だぜ、あれ。なんかな、伝わんねえかな、俺の思いが。どんな方法でもいいから目立って出たいってなかったじゃん。今の現状を変えないとって思って、今一番日本で盛り上がってる興行っていうかな、うんうん、そこに応募して知名度を上げたいっていう気持ちだったんですけど、うん、大ダメージを負って今表にあんま出たくないぐらいな気持ちになってます。速攻帰ってきたよね。速攻帰ってきた。一番最初に終わって一番最初に帰ったね、うん。で、まあそう、始まる前にみくるさんにたまたま会って、来たんだって言って、来週から頑張ってみたいな声かけてもらったんだけど、うん、あの結果だった。みくるさんも、くすりともせず、うなずいてた感じだったから、うん、マジちょっとね、地獄。地獄。みくるさんに申し訳なかったって謝りたいもん。ちょっと期待してくれたんだったらね。うん、まあね。うん。目の人たちの中だったら、うん、まあ目立ってたのとは思う、一番ね。振り返ってみたら多分あそこのグループ最弱だったと思うよ。最弱だと思うよ。ねえ。喋ってねえやついたら。何人か。一言も喋ってねえやついたもんね。三角形かと思ったもんね。いろんななんかさ、うん、もっとヤンキーみたいな人たちがさ、うん、めっちゃいるかと思ったらさ、違ったね、毛色が。そうだね。インフルエンサーの目立ちたがり屋の人たちがいっぱいいるなって感じだったな、俺は旗から見てて、今回はね。か、ガチの格闘家っぽい人。そうだね。うん、の二つだったな。確かに。うん。喧嘩じゃんっぽい人いなかった、なんかイメージはなかったね。うん。まあね。悔しさは残ってるから、あそこにいる人たちに負けれないって今もう、ブレイキングダウンは出れないのはもう諦めて、なんとかして、こっちの頑張りたいっすね。頑張りたいけど。うん。もう終わったことはしょうがないっては切り替えてるつもりではあるんですけど。俺もなんか昇進だもんな。勝手に被害者だったよね。一緒に同行するっていうことによって。見たくねえと思って、これ。悔しいな。そうね。うん。そうね。とにかく今の気持ちだから誰かに喋らんと、ちょっとこのもうモヤモヤがさ、残っちゃって。あれだったから、出来たてほやほやの気持ちを話させてもらいました、うん、じゃあ、これからは頑張りましょう、また TikTok、YouTube もうなんとかして売れないと、俺はもう無理、全部売れれば、もう正解なんだよ。はい、大門ね。はいはいはい、切り替えて行くぞー。恥ずかしい。はい、ありがとうございました。